なんとなくな。だが、これなら。無茶はしないでよ。エレベーターはどこだ。クリスタルだ。入れねえ場所があったな。俺の腕なら行くよ。この要塞内の鍵は全部ね。泥棒みてえな言い方だな。開けないよ。ビグスとエッジは脱出できただろうか。何かあったの？手前でちょっと襲われてな。生きてる。絶対また会える。レガリアはどこに置いてきたの？外って言えばいいのか。動かなくなってしまってな。最後まで俺たちを守ってくれたよ。
ノクト、もう少しゆっくり歩いてくんない？何か？いよいよ大詰めか。格納庫か。広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。Yeah!
ありがとう。くらえ！よし。
安く人を死骸化させると、おい気をつけろ。ゲートから離れてください。ああ、クリスタルまであと少しなのに。仲間を踏み台にして目的を達成する、王様らしい決断だよ。さあ急げ。クリスタルの力を得るなら、全てを捨てる覚悟で臨むんだよ。ゲートが閉鎖されました。死ぬなよ。
達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。なっか、本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。違うな、やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が万年にした。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がない。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルの、その力の音、王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってるから。
選ばれし王ノクティス、聖石の力を蓄え真の王の力を得よ。それが我剣神バハムートの啓示。
ハンマーヘッドで待ってる。あれからどのくらい時間が。